言語聴覚士による親子ミニサロンは、子育て世帯が悩みを気軽に相談できる場を設けるとともに、親同士の交流の場にしようと子育て支援センターで開かれたもので、この日は町内の親子10組が参加しました。はじめに桑名市の児童発達支援センターライムの丘に勤務する言語聴覚士の曽根田忍さんから、子どもの関わり方についてをテーマに、毎日の子育てにおいて親と子がどのようにコミュニケーションをとっていくと良いかが紹介されました。曽根田さんは、コミュニケーションを育むためには大人から一方的に何かを注ぎ込むだけではなく、子どもからの働きかけに対して言葉で返すことや、うなずいたり微笑みを返したりして反応するという経験を積み重ねることが大切ですと話しました。また子どもの体や言葉の発達には大筋の順序があり、言葉の発達は分かるが先、言えるが後ということ、健康的な生活で体づくりができて、楽しい食事や嬉しい遊び、大好きな人がいる喜びで心が育ち、最後が知的や言葉の働きになると説明し、さらに子どもの発達にも個人差があるので、焦らず皆さんの生活の中でできることから、無理せず少しずつ気楽にやってみてくださいと話しました。その他、個別相談の時間も設けられ、参加者の皆さんは子育ての中で不安に思っていることや気がかりになっていることについて話し、曽根田さんからアドバイスをもらっていました。やっぱりいろんなお母さんがいて、やっぱり、すごいこう心配なことも多いんですけど、やっぱお母さんたち一生懸命されてるんで、どう自分が手伝えればいいのかなっていうのは改めて感じたところですかね。皆さん多分子どもの育ちはそれぞれなので、きっと悩んでることもそれぞれであるんですけど、きっとお子さんの悩みもありますけど、お子さんの育って嬉しい部分もあると思うので、もちろん悩みだけではなくて、お子さんが育っている面、いい面も見ていただきながら、それとともに悩みも一緒に一緒に考えながら、困った時は、子育て支援センターにまた来ていただいて、一人で悩まず周りの、その専門家と一緒に悩みを一緒に考えていく形が取れたらいいんじゃないかなって私は思います。